いつです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。よっ。こんばんは。はい、皆さんこんばんは。福田あかりです。今日は福岡でバババばんびさんのイベントに出てきました。楽しかったです。はい、そこで皆さんもね、先ほどからコメント欄でたくさん言ってくれてますが、なんと福フェスボリューム2の開催が決定しました。イエーイ、すごーい、ありがとうございます。いやー、最高。感じくま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 、ありがとう。本当にもう本当にイエーイだよ。やっと発表できた。前回の半年以上またかかって発表できました。嬉しい。はい、そして場所は東京の EX 六本木シアターです。おいたん、メリークリスマス。ミケちゃん、最高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 、気持ちいい、自分に。ミケちゃん頑張れ、ありがとう。そう、六本木です。まあ場所はそんな重要ではないんですけど、はい、よろしくお願いします。もうブラボーブラボー、ありがとう。はい、ぜひ絶対に休みを取ってきてください。まだ公式サイトも今作ってる最中なんですけど、今日無理やり発表しました。なぜかというと、休みが取れなかったよっていうのをなくすために。なので、あと東京って飛行機が日本で一番どこからでも出てるから、全然行けます。私は結構遠征とかでも、はい、東京はよく行くんですけど、全然日帰りできるし、全然東京は日本のどこからでも近いです。はい、そして今から撮っとけば結構
取りやすいと思います。何でもよろしくお願いします。はい、次の日広島のリアル違うよ。次の日はあれだよ、いや中日だよ。次の次の日が広島リアルだよ。そう、私も移動できるってことはみんなもできるからお待ちしてます。はい、しっかり話は進んでいました。そうなんです、ありがとうございます。で、第1弾発表者さんまとして、バババババミさん、すごくない？バババババミさんをお呼びさせていただくことになりました。すごいすごい、バババババミさん。なので今日という、ね、日をね調整してそうなんです、バンビさんが前回のねステンサさんの関連以外だとバンビさんが一番最初に私の中で決まって、で今回のね対バンにも福岡メンツにニュルッとパセリと一緒に入り込ませていただいてはい、出演させていただき心よくね、自分たちのフェス、自分のフェスじゃ、自分のイベントじゃないのに、バンビさんのフェスなのに心よく発表していいですよって言ってくださって、とっても優しかったんですけど、はい、ありがたいことに。でもね、メンバーさんマジで知らなかったから、全部閉会式とかまで終わった後にやっといろいろ説明して、あ、え、そういうことってなってましたそう、ガチで誰にも言ってなかったから、メンバーさんに、ST メンバーはみんな知ってたんですけど、どんな感じでした。なのでちょっと今から ST 福フェス公式ツイッターでツイートをするので、たくさんよろしくお願いします。前回みたいに次の日にライブとかはない、全然わかんないけど、次の日も開けといた方がいいとは思います。えへえへ、ありがとう。とりあえずね、本当に平日だから、祝前日だけど、私も本当にめちゃめちゃ1月から今12月、11ヶ月間ずっと調整してもらってるのに、なんで平日に合わせるかなって、ちょっと正直最初はめっちゃ怒ってたんですけど、なんでみたいな、平日に、別に土日にいくらでもアイドルさんのライブあるやけん、わざわざ特別に平日来る、混んでいいやんかって、うちのワンマンとは話が違いますよってめっちゃ言ってたんですけど、でももう腹をくくりました。平日でもめちゃめちゃ人を呼ぶことで、すげえって言わせてやろうじゃないか。その域なので、少なくとも、福田さんは全員集合でお願いします。
EX 土日押せるの今きつい。いや EX 以外もめっちゃいろんなホット10個以上箱いっぱい当たりましたけど、その中での最善があそこだったっていう話になりまして、とりあえずね STU ファンの皆様よろしくお願いします。福田さんは特に瀬戸内からも行きます。ぜひ瀬戸内からも来てください。そう、よろしくお願いします。第3回を見越しての第2回関東開催なので、福フェスの知名度を上げて福フェスに出たいって言ってくれるアイドルさんを増やすために、一回ドキ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 とドキドキしながら参勤交代へ行きます。江戸へ。よろしくお願いします。配信は今のところ考えてないので、なぜかというと今回呼ばせていただくラインナップがバラエティにまたまた富みすぎて、配信を入れると権利関係がえぐいことになっていて、ちょっと配信今回微妙、入れるかちょっと微妙なんで、現地に来ないといけませんよ。よろしくお願いします。もろもろ調整中ですが、木曜日の朝の飛行機で間に合うから、あ間に合う間に合う、その朝の午前中とかからやんないから大丈夫。そう、いやちょっといろいろね頑張るんですけど今んとこって話です。よろしくお願いします。オールスタンディング、いや EX はね上、いや椅子ある、椅子ある、2階があるよね多分、椅子もあります多分。チケットを今年中に絶対受付するんで、その時にまた出るんですけど、あの椅子も選べる、選べます。テレ朝チャンネルで放送か、テレ朝さんの箱だけど別にテレ朝さんは関係ないです。はい、でもスタンディング取った方がいいと思うけど、私はチケットもしスタンディングがあったらどうなんだろう、ちょっと私も行ったことない箱なんで分かりませんが、ユミリン来てくれるかな。ユミリンにはもう結構前から言ってるからね、まあまあ見には来るんじゃない。今回もアイドルさん限定で呼ぼうと思ってるから、出演は難しいね。出演者さんのツイートどうやってしてたかな、ドキドキ。でもほんまにあの
あの今配信を見てくださってるあなたが休みを取って頑張って来てくれないことには本当にどうしようもないので、マジで来てください。平日だから無理だって、あの一周しないで、あの結構頑張ってるんで、ラインナップ多分好きだと思う。 STU のファンの人がSTU ファンの人が多分一番その何いっぱい来てくれるって私は思ってて、なので STU ファンの人が好きだと思う。そんなラインナップなんで、あの無理して休んでください、お願いします。あの福田推しじゃなくても、いやマジで本当にせよと。そうだよ、早い時間には始め、午前は仕事行って大丈夫、関東の人はさすがにあの午後休にしといてください。最大限もすいません、いつも無理させて、よろしくお願いします。日本武道館公演直前の20に休んだら23は休めない。23はなんか調整中だけど、うん、とりあえず22をお願いします。23日広島で福フェス開催だ、いける。広島説もあったんだけどね、広島説も神戸説も、神戸説最後まで残ってた。神戸説結構最後までね有効でしたよ。そう、あと香川説もあったけど、にゃんにゃんにゃんの日にちは勝手になった。私はね土日が良かったの土日が良かったの。そうだけどみんなを信じて早めに発表したらSTU のファンの方駆けつけてくださると信じて腹をくくりました。よろしくお願いします。
ババババミさんの確かよね。出演グループ全部決まってるの？ね、全部決まってない全部決まってないから、そう、なんか調整中って感じだけど、ほぼ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 決まってます。よいしょ。そう、ツイートの拡散をとりあえずお願いします。オリジナルグッズとかあんの？なんかさ、 STU48 の福田あかりちゃんのグッズならさ、みんなさ、福田推しの人は欲しいじゃないですか。だけど福フェスのグッズっている？なんかむずすぎる。フェスグッズってさ、ロッキンとか、ね、それこそワイルドバンチとかならさ、ブランド力もあるから欲しいと思うけど、福フェスのあれいる？だからそれでも欲しいと思ってもらえるようなラインナップにしようと今頑張ってます。そう、まあ言うて前回ね、 T シャツもタオルも完売したんですけどね。へへへ、ありがたいことに。岡田さんも呼んじゃおう。なおちゃんに言ったよ、この前リムリンの卒業の時に。T シャツが欲しい。なるほど、 T シャツね。私もでも T シャツ欲しいT シャツ欲しいね。なのでそういうのもあのツイートでね、にリプくれてたら結構見るんで、よろしくお願いします。本当にあの STU ファンの皆様が頼りなので、よろしくお願いします。開催おめでとう、ありがとう。全グループの名前書いてるからいい。確かにラババン、あ、ラババンは多分作る。しかもね、あの STU でラババン出すとさ、なんかボタンの謎のラババンなのよ。あれ嫌だからゴムでしっかり頼んでます。当たる気がしない平日でしょ、平日のアイドルフェスでしょ。しかも STU はまだ東京公演が少ないからあれだけど、あのライブアイドル、ライブアイドル様って土日にいくらでもライブがあるから、そのわざわざ来てもらう付加価値をつけないと来てもらえないって私は思ってます。平日にわざわざ来てもらうためには、なので結構シビアにの目で見て私は厳しいと思います、正直。なので本当に拡散と前回の福フェスが良かったぞっていうのを拡散してほしいです。よろしくお願いいたします。皆様のお力にかかってます。二部制じゃないです今回は、ちょっとさすがに平日なので一部制でやると思います。
EX シアター埋めるの結構大変ね。まあでもパンパンで埋めようとかはあんま思ってないけど、その何その第3回につなげられるぐらいには入れたいなと思ってるんだ。そうフェスで完売って聞いたことないもんね。私この前のチカッパ祭、チカッパ祭で初めて。え、てか田辺先生馴染みすぎでしょ。久々にコメントありがとうございます。ツイートもありがとうございます。EX シアター行ったことないんだよな。そうなのよ、東京にいたらね何でも見れるから、いつでもライブいくらでもあるし、わざわざ福フェスに平日に休み取ってまで行こうって思ってもらうために何ができるかを考えてます、ずーっと。発表一番手から強くて何も心配していない。強なんか、あ、逆にアイドルの中の世界にいすぎて、その強いとか強めんとかのが分かんないのよ。強いんだやっぱ。みんなの反応を見て、あ、そうなのかって感じ。ありがたいですね。でも本当にあの私が好きなグループバンクさんを呼んでるって感じです。そう、え、これ失礼じゃない？バババアバンビさんの3月に日本武道館を控える勢いのある5名、六本木でもみんなで爆騒ぎ、どう？これで おかしくない？いい？あ、待って、これ画像貼らないとタグ付けできないんだ。困った困った。バンビさんのアーシャってどれが最新？武道館すごいよね。今日もババババンビさんもみんな優しくてありがたかったです。東京で関東で開催驚いたね。瀬戸内が良かったって方もいらっしゃると思うんですけど、今回はちょっと関東で自分たちの力を試したいなと思います。よろしくお願いします。ちょっと不安でいっぱいなんですけど、あの楽しいことをね皆さんとしたいなっていう気持ちが何よりもあるので、いけるいけないは別にして、発売されたら押さえとか、ありがとう、よろしくお願いします。東京でうまくいったらまた香川に持ち帰ってきますので、あ
当たらん予感しかない。いや絶対当たる、絶対当たる、ほんまに。あの STU のツアー東京が落選祭りだったのと同じぐらいに考えてるんかもしれんけど、マジでそんな甘くないと思います。本当にツアーファイナルとはわけが違うからね。そうけど STU ファンの人は絶対開けといた方がいいと思う。一応宿は取った。早い、はい。なのでね、いつも皆さんには無理をさせてしまっていて申し訳ないんですが、駆けつけてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。でも今日これを発表できてすごく良かったし、なんかメンバーもすごい喜んでくれて、そう、ありがたいですね。全員猫耳してほしい。あ、それ私の卒業公演の、あの策略なんで、ちょっとまだまだです。私の卒業公演で、あの猫じゃらしグッズ、猫じゃらしのペンライトにつけれる猫じゃらしを売って、でメンバー全員猫耳で出てきてもろて、はい、あの私の最後の姿はメンバーみんなで猫じゃらしにジャイしながら卒業していくっていうそういう野望があるんで取っつきます。にゃんは、猫じゃらしにジャイするメンバー、想像するだけで可愛い。我々が猫耳かと思った、よかったね。で我々が猫じゃらしの方でよかったね。そう、タグ付けできないのか。日向坂はうさ耳グッズがあった。面白い。そうなんだ、面白い。リンコおいで、リンコに LINE してクリスマスコンサート来てって、そう LINE して、そうちょうどそんな話してたわうさきしみゆさん、みずみなとみよさん、うささんのツイッター出てこないな。高梨るいさん、うさ、ばばばば、うささん、うさ、さき、う、う、う、さき、うささん、
形跡メリークリスマスありがとうありがとう。よし、今からあの福フェス公式ツイッターが久々にあの動き出しますんで、ツイート拡散お願いします。ツイートします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ペン。オッケー。緊張。毎回このさ、福田あかりとしてのツイートでさ、何かミスしてもさ、私がさ謝ればいいじゃん。だけどさ、福フェスの方でツイートしちゃうとさ、間違ったこと、出演者さんとかみんな巻き込むことになるって私は考えてて、責任感的に。なのでドキドキしながらツイートしてます。いつも拡散お願いします。早速38リツイートありがとうございます。お腹すいた。サンタさんありがとう。福フェスボリューム2開催本当におめでとう。まだまだ大変だろうけど頑張ってな。頑張る。ありがとう。トナカイサンタさん、クマさん、トナカイサンタさん、クマさん、要素が多いけど、あれ、ありがたわー。お前なんかさ、2つに分裂したんだけど髪が、なんかいけた。あ、いけた。ありがとう。本当によかったね、皆さんのおかげで。ぜひ参ってください、東京まで。おめでとうございます。ありがとうございます。お待ちしてます。行くかも、ぜひぜひ。
ップフェスのリンク古くてあだった。そうなんよ、消そっかなと思ったけど、まあどんなもんか分かってもらうために一回いっかって。そういやで今日発表するのがマジ5日前ぐらいに決まってやべで公式サイトもみたいな作られてないし、出演メンバーさん全員決まってないしみたいな感じなんだけど、とりあえず休み抑えてもらわんといけんと思ってどこにも詳しく書いてない、日付と場所だけ、あとバンビさんだけ。インスタストーリーの画像面白すぎました、葵ちゃんのやつあれお気に入り。そう、いやとりあえずあの情報を出すのを早くしないとって思って、なんかね、朝からではないです、あの午前午後休で大丈夫です。まあ、あとフェスなんで、言うたら自分の推しグループが最後に出るんだったら、休まなくてもいいよ、最悪そこだけ来ればいいんだから。そう、まあ、だからそんな感じ、全然1個目から来る必要はないから、休めそうだったら休んで1個目から来てほしいし、休めなかったら東京の人とかだったら終わり次第来てくれたらいいよ。そう、そんな感じで、あのラフに来てください。多分ずっと見てるの大変だと思うから、見たいとこだけ見たらいい、フェスってそういうもんだから全然大丈夫です。ガレンコーン、こんばんは。計6時間立ちっぱでした。ひゃー、飛び跳ねながらだったらいいけどね。ウィンディーボーイ酒井、ありがとう。そのクマたまにたこ焼き混ざってて可愛い。なんで茶色なんだろうね、このギフトのやつ。待ってた甲斐があった。え、そうなんですよ、私1月14日去年今年のに開催してからもう10ヶ月以上経つのに、いまだにお話し会とかで副同士じゃない人から意外となんか、あ、行ったんだよね福フェスみたいな、え、はじめまして福フェス行ったんだよね、え、はじめましてありがとうございました、え、香川まで、え、みたいなことも結構あったり、いまだになんか福フェス待ってるねって言ってくださることが多くて、なんかそれで私は心折れずにずっと交渉し続けれたというか、なんかみんなが言ってくれるってことで、あとボリューム1に来てくださったファンの方々がすごい良かったよっていうのを言ってくれたんですよね、口コミで。そう、やっぱそれが嬉しくって、でやっぱ香川っていうのは来づらかったと思うんですけど、それでも頑張ってきてくれたり、そう嬉しかったんですけど、第2回をね絶対にやりたかったので、ち
ょっと今回またうどんをこねに行くバスツアーはできないと思うんですけど、はい、なんかねおもろいことはしようかなと思うのでよろしくお願いします。私のコンセプトとして、まあ、ショールームイベントとかもそうなんですけど、自分のベースの STU の仕事に絶対に影響を出さない、ないがしろにしない、 STU のベースの仕事を全力でやりながら副フェスのことをとか、あとまあショールームイベントであるならショールームイベントとか、その何ベースの仕事を調整してまで新しいことをしようとは思ってないんですよ。ベースの自分の STU の活動あっての課外活動っていうかさ、プラスアルファで挑戦したいこと、たまたま行動力がちょっとある、ちょっと人よりあるからやってみてるだけなんですけど、絶対にね STU のお話し会とかライブとかね、そういうお仕事とかに絶対影響を出したくなくて、自分が全力で STU をやりながらやることに意味があると思ってるから、そう、そこは安心してください。なんかね、なんかそんな副業とかばっかやって全然 STU の活動はって言われるの絶対嫌だから、それはスタッフさんにも全然私副業とかありますけど、ガンガンいつも通りその周辺も仕事入れてもらって大丈夫ですし、もう何よりもこう何そっちばっかだねみたいな感じで言われたくないって気持ちが大きいので、そこは自分のプライドとして仕事ちゃんとお仕事としてそこをやろうと思ってます。そうだけどお願いだからその日に公演はかぶせないでって言いましたまあ木曜日にわざわざね公演そんなすることないけど、はい、ちょっとかぶ STU さんにかぶせられるときついんでその日に公演だけはかぶせないでくださいだけ言いましたそう、まあまあ木曜日に、でもたまにあるじゃん、東京でもさ広島でもさ大阪でもフェス出てるみたいな日あるじゃないですか、そういうのがあるとちょっと困るんですいません、公演かぶせるのだけはやめてもらっていいですか、それだけ頼んでいたんですけど、そう、今年中にラインナップも全部出そうと思うのでよろしくお願いします。ちょっとなんだろうな、ワクワクすること一緒にしていきたいです。46人呼べば解決、あ、ちょっと交通費的にしんどいです、すいません飛行機代往復4万と宿泊代一人一泊1万って考えたら46年呼んだら、あ、ちょっと私2年ぐらいただ働きしないといけないかもしれないんでって、そのちょっとね返せないですってなっちゃうんで46年はちょっと呼べないんですけど、青いひまわりのさユミリン卒コンのさユミリン卒コンのさ青いひまわりのさ電卓叩いてるとかあったじゃないですかなんかそうあれが実現した、あれ本当だったんだねって結構メンバーとかに言われて受けた、あれ面白かった、面白いよね、あれ面白か、あの茶番劇あの3分間めっちゃ面白かったよね、私葵ちゃんのカグドルがもう本当に面白すぎて、机はもうちょっと横の方がいいですね、 OK ですあとなんだっけ、ミチュのバン、私の頭の中は書道だけじゃないよ
あ、面白かったな。面白かったあれ。リビリーの卒コンの映像で一番気合入ってたのはあそこですよね。青いひまわりの映像に。そう、めっちゃ気合入ってたね。だってあそこわざわざ私行ったことないような会議室に行ったからね。あそこ私の会社の事務所じゃなくて、そう、全然行ったことない場所で STU のやつかけて、なんか、え、ロケ場所が用意されてるんですけどみたいな。めっちゃあれ気合入ってた。なんかロケだったもん、ちゃんと。そうだったのよ、ちゃんと撮影場所がね用意されてたんです。あれで、その後に本当に青いひまわりの練習もしました。そう、外部ロケです。そうだよ、もう空間をさ、空間を出すための壮大な前振り。そう、面白いよね。だってあそこ別に着替えとか発生してなくて、全然時間稼ぐ必要なかったんですよ。全員着替えてたし、全然もう余裕だったんですけど、あんだけ気合入った映像だったんで面白かったな。こんばんは。でもちょっと実現までね、結構大変だったし。なんかライブの全てってやらなくてもいいこと、なくても人生が回るというか、世の中が回っていくじゃないですか、なくても。だからクリスマスコンサートとか普通の公演もそうですけど、ライブ一つするのってすごく、なんでそれをやる必要があるのからの説得に入るんですね。で、別に福フェスがなくても世界は回っていくんですよ。だからなんかないところから何かを作って、それを実現させていくっていうことがすごく難しくって、でも福フェスがなくても世界は回るけど、福フェスがあった方が世界がちょっとだけ面白くなると思うから、私はやりたくて、みんなをそれに巻き込みます。そう、クリスマスコンサートだって STU がしなくたって世界は回っていくけど、 STU がクリスマスコンサートすることでさ、楽しいって、クリスマス楽しいってなってくれる人が1000人でも2000人でも増えるんだったら、やった方がいいじゃんね。そう、まあ、ちょっと話が大きくなりましたが、福フェスをしなくても STU 社は何も困らないし、 STU48 も何も困らないのにやらせていただけるってことに感謝します。本当にありがたいですね。そしてそれをおめでとうって言って後押ししてくれるメンバー、本当にありがたいです。
ソラハがさ、福フェスおめでとうございます、出たいんですけど私木曜日恋ラジなんですよね、恋ラジも出たいし福フェスも出たいんですで、あの相撲、その日に相撲があれば恋ラジは休みなので、相撲がある、あればいいんですけどって何それ、相撲があったら福フェスに出れるとかってこと、おもろいよね、相撲があればってめっちゃおもろい。いやでも恋ラジも好きだから出たいしっていうね、そうなの、面白いよね、何それって、2月は相撲ないです、あじゃあ無理だね、ウケる、あ面白い、相撲も時期があるんですね。すごいよね、私さ、マイカーのメンバーが恋ラジ、あのミチとかもすかレギュラーでずーっとやってるけどさ、レギュラーラジオ、まあ、サラちゃんもやってるかココアとか、レギュラーラジオがあるってすごいよね、大尊敬。私ラジオはあんまりね、そんな出てないから、レギュラーラジオをずっと続けてる子ってすごい尊敬するね、毎週そんなちゃんと喋れるかって言われたら自信ないから、私すごいなって思います。福ちゃんラジオ向いてそう、いや私めっちゃ早口だからな早口だからな、パセリが復活されたいって、嬉しい嬉しい、パセリ鬼告知してくれそう、神様みたいな存在かもしれない そう、おきちゃんのね足筋終わっちゃったんだってね、リコチのツイートで見た、でもおきちゃんってなんか終わっても定期的に岡山でラジオやってる気がする、なんか足筋の前もラジオあったよね、私呼ばせていただい、呼んでいただいたことがあるような気がします。こんばんは、パセリファンの拡散力すごい、わかる、パセリのさと一緒のライブに出るときさ、その日の前日とか朝にさエゴサしたらさ、めちゃめちゃ気合いの入った告知画像が出てくるので、この前の六本木の阿波踊りのフェスの時も、あの STU 公式とかどのメンバーよりもパセリのコミュニティって生誕委員なんかわかんないけど、パセリのアカウント、パセリの有志のアカウントが誰よりも早く STU のライブが12時から16時に変更になりましたってことをツイートしてて、しかも画像付きでパセリのとこどうなってんだ、すごいな思いました、めっちゃ早くてびっくりした、ね、お尻に行って仕事が早い、よいしょ、マジで最近ずっとパセリと一緒にいる気がする、先週もパセリで、今日もパセリで、来週もパセリでしょ、運営より仕事が早いいやパセリアカウント運営の人めっちゃ情報早い、今日見に来てしまいました、ありがとうございます。
パセリを運営に入れればどういうこと？パセリ何の仕事してたんだろう。でも社会人経験あるよね。だからしっかりしてんのか。パセリとはアイドルの趣味が一緒だからな。パセリに「しおみる呼んでください」って言われて、あのノイミーのパセリはしおりん推しで、私がミルテンだから、ミルテン推しだから、しおみるがっていうユニットがあるんですよ。そう、2時半ロケンローって曲も出してるんですけど、しおみる呼んでくださいって、ノイミーで呼ぶんじゃなくてしおみるで呼ぶ。あ、それその方が推しの分量が多いからかな限界オタクでした。塩ミルだから、まあ ST 理由で言うと、なんだ、おきまん呼んでくださいみたいな話ちゃっかりね。今日は中学生がロリコンを釣ってましたね。ね、リンクさんってさ、中学生いるんだね。私結構あのハローイエスちゃんのライブを見に行くから、リンクさんがなんか、リンクさんとハローイエスちゃんとマジスペちゃんみたいな時が多いから、リンクさんのライブってもう5、6回ぐらい見てるんですよ。だから結構好きで、今日初めてお話ししたんですけど、まさか中学生がいたとはね。14歳、すごいね。14歳でメイクとかできるのすごくない？歌って踊ってはさ、まああれだけど、私何より14歳の時にメイクとか髪型とか絶対できなかったから、すごいねと思う。六本木の時に時間変更の買い持ったスタッフさん、 STU 可愛いって言ってました。ええー、嬉しい。ノアピ14歳。いやでもね、やっぱメイクは まだ難しいみたいよ。どんどん上手くなってくるけど、やっぱり14とか13、14とかの子はやっぱメイクとか難しそう。 なぜかっていうとさ、子供の顔にメイクってしなくていいじゃん。だから、でもお仕事だから仕事としてするのね、ちゃんと眉毛描いてファンデ塗ってって。けど逆に難しいんだと思う、その隠すとこがないから。そう、多分メイクする必要がないんだよね、本当に。七五三感が出る。まあそうね、そういうことなのかもしれないけど、っていう意味もあるし、あと技術的にもやっぱ難しいじゃないですか、メイクって。私18歳の時点でメイクほぼしたことなかったから、だから STU に入ってから勉強したけど、それでも難しくって、昔の自分の写真見たら変な化粧ばっかしてるんですけど、まあ、今も変な化粧してるかもしれないけど、やっぱすごいなって思う。尊敬。どこで勉強するんだろう。やっぱお姉さんメンバーとかに教えてもらうんだろうね。そう、5年ぐらい経ってやっと化粧分かってきた。そう、いつがもあれかな、瞑想してたかな。やっぱ船ぐらいの時に一番おかしかったな、メイクが船の時おかしかったな。そう、なんか一時期アイプチとかしてたんだよね。アイプチしてさ、なんか二重幅をさ、なんか変なところに作ってた時期もあって、それもおかしかったし、なんだろうな。あとなんかまつげに何かが
乗ってるのがもう本当に嫌で、絶対にマスカラをしない時期とかもあったの。あれもなんでだったんだろうな、マスカラ絶対塗らないからみたいな変なこだわりあった時期とかもあったね、船の時。なんかもうえってなって、そういうね変な時期がいっぱいあったんですよ。だけど今は落ち着きました。二重幅を広げたい時期、マスカラ塗りたくない時期何の時期があったかなと、まあ、ちょっとそんなもんか。そう、アレルギーも出たことあるね、メイクで。結構ねまぶたアイシャドウとかでアレルギーが出ることが多くて、なんか合わないやつはすごい皮膚がボロボロになったりもして、そういうのもあるよね。メイクどの時期も可愛かった、ありがとう。私もねどの時期の自分もね好きだよ。そう、いつも可愛かった、ありがとう。やっぱね、でも48グループってそういう成長を見てもらうっていう一面もあると思うから、なんか18歳で入ったけどさ、18歳なりに大人になったと思うんだ私も。そう、ちゃんとお話ができるようになった気がする。推し補正が入るからいつも可愛かった、あ嬉しい、推し補正大事。最近可愛いって評判、イエーイ。マイハの成長っぷりすごい、本当にそう。いやマイハ本当に、なんだろうな、マイハとノアピ何回も言うけど、マイハとノアピは本当にね、あのなんかオーディションとか受けてほしい、どっかのモデルとかの。 STU からハイブランドモデルが出ますよ。ノアピとマイハのさ、細くて背が高くて顔が小さすぎて、なんかあのもう一般人離れしてる感じ、一般人にいないじゃないですかあんな子たち。いやーちょっとすごいですわ。みんな顔ちっちゃいけど、やっぱノアピとマイハは段違いでちっちゃいな。福ちゃんもとんでもない。マイハを生かす場所が欲しい、本当にマジでランウェイ歩いてほしい。グッドラック、ありがとう。ニコ生でスタイル褒められてた、ほんと嬉しいわ。優しい人が多い世の中、皆さんの優しさに助けられて生きてます、ありがとう。本当にこんなダメダメのやつなのに、リコチが測ってた、給湯室だった、切る、なんだそりゃ。頑張ろう。22に開けておきます、ありがとうございます。よいしょ、いてててて、なんか食べる。
電気消しちゃった。あ、昨日の残りでいいや。おいたミラボありがとう。めっちゃ空いてた。もうなんか納豆買ってるな。ちゃんと冷蔵庫入れときました。クリスマス後まで体調崩したくなくて、昨日のやつが超乾燥してる。やっぱ冷蔵庫みたいな温度だけど、家が冷蔵庫入れといた方がいいよね。食器置き気になる？あ、ここでしょ？でもこれもうベスポジなんだよね。今家が暮らしやすいから完全に。リクエスト返せよ、おめでとう。ありがとう。おめでとう、足さなくて大丈夫。確かにちょっと足そう。バキバキになってるわ。焼きそばみたいな感じになるか。もちもち焼きそば。雪ありがとう。でも福フェスがちょっとでもなんか刺激になるといいな。またご飯なの？ご飯だよ。よいしょ。福フェスの名付け親？名付け親とかないけどね。私スカレンコン、マジで本当に感謝の気持ちしかないわ。でも一回きりだった。そうなんだ。舞茸足さないの。一回いいかな。こんばんは。お、いい感じいい感じ。どういうこと？こんばんは。
水分飛ばし中。よいしょうまそう。できました。じゃーん、じゃーん。おいしそう。いただきます。どうぞ。うま？ちょっと熱いかしら。よいしょ。うどんぶりの再販？うどんぶりまだ欲しい？欲しい人いるの？うどんぶりの再販しようと思えばできると思うけど。作ってる。変えてない？ほんと？前も即完売した？本当に買うの？本当に？なら用意するけどさ。本当？ちょっとじゃあ検討します。え、前すぐ売り切れてたのかな。うどんぶりっていう私が作ったどんぶりがあるんですよ。
速感だった。そうなのか、検討しよう。整理券くじ引きで敗れた。え、ありがたい整理券まで。ネット販売もしてた。フェスボリューム1ですぐ売り切れてました。そうなのか、ありがたいですね。エビチャレンジ、殻むきます。殻ごとってびっくりしたでしょ。殻むきますよ。なんかアヒージョの素みたいなの買ってきたんよ、エビがあるけんと思って。でアヒージョって家で作れるんかい、ね、フライパンでいけるか。まっ、エビうまい。命ありがたい。たこ焼きでできる。ああなるほど。油飛ぶよね、アヒージョ。こんばんは。すさまん。吸引力。
お皿洗おう。うどんという時期は福橋、福橋福橋おもろい。ちょっと先にマネージャーさんにうどんぶりのこと言っとくね。あ、葵ちゃんが瀬戸り好きでした、ハロユースが見に来てて今日楽屋の裏に、あれ先生じゃん、ええハロー、みたいな。福岡の友達、仕事早い、いやいや忘れるんだよ、可能ですか、物販で。うどんぶり持って帰れる？持って帰れるか。あのうどんぶりデザインいいよね。よいしょ。いいよね、日常に。使えない、マジで割れないから使ったらいいよ、本当に割れないし意外とプリント剥げない。使いな使いな、飾らなくても使えばいいじゃんって言われて使ってる、うん、奥さんはいつだって正しい、いつだって奥さんが正しいんだから何でも、大体のことはね奥さんが正しいんです。本当ありがとう、食器洗い温度。
あと鍋だけ、昨日洗ってるから今日は少ない。キリキちゃんがあかりんさん家に行けるなら皿洗いでも何でもするって言ってる。響きいつでも来ていい。響き家切れそうだな。アイドルの募集？いやしたいけどさ、なんか「え、何も考えてないんかーい」って言われそうで。よし、今日スーパー行ったけど無駄なもの買わなかった。あ、リンゴジュース買ってない。買いたかったなー。会いたかった、会いたかった、会いたかった、Yes、君に。ありました。悪魔ありがとう。クエストおめでとう。ありがとう。え、ねえ、うどんぶりさん、うどんぶりさ、新しいデザインにならない方がいい。新しいデザインじゃなくて今の前のやつが欲しい、それともニューデザインが欲しい。全然いけるし、なんならニューデザインにしてもいいっぽい。どっちも。変えなくていいです。なんか、え、意外と変えない方が。
なんかみんなで作ってるって感じがして楽しい。買えなくていいけど、どっちもあると嬉しい。なるほど。あれかな、じゃあさ、前のデザインを事前通販、物販の事前通販の時に前のデザインを変えるようにして、当日の現場の物販でニューデザイン売るとかだったら意味があるよね。一気に2個ネットで売っちゃうと意味わかんないから難しいじゃん、どっちだってなるから。そうしよっかな。ボリューム2バージョンとか言ってさ、前回のやつも再販しつつ、現場に来てくれた人のためにニューを作っておく。ほんで事前物販でうどんぶりがどれぐらい売れるかを見とけば、実物販の数も調整しやすいだろうし、そうしよう、それでいこう。通販で旧デザイン、ありがとうございます。マジこのノリで全部決まってるからそう、このノリで全部決まってるから、楽しいよ。旧デザインを販売して、当日の物販で、当日の物販でニューデザインバージョン現地限定で丼デザイン考えとこう。丼、来週サブスさんに会える、お嬉しい。いいデザイン考えておきますね。あ、大事なこと、クリスマスコンサートのファンクラブ申し込みの選考が今日も23時59分までとなってますので、ファンクラブに、なんか髪飾りつけたくなった。ファンクラブに入ってる方で公演来よっかなーって方は、なんかここポニーテールしてたせいでさ、ここがなんかおかしくて、よろしくお願いします。はい、11月23の昼公演が研究生コンサート、夜公演が、PR 舞台、24日の昼公演が課外活動を、四国ですね、私は四国、夜公演が正規メンバーコンサートです。
当たりますように。 PR 舞台は特にね、今回ラストライブというもういうことになりましたので、ラストライブということになりましたので、ぜひ見届けてください。カメコ申し込みました。あ、カメコ、カメコもありがとうございます。リンコワンちゃん、リンコ見に来るのは見に来るっぽかったけどね、ステージに出るかはちょっとわかんないね。楽屋に遊びに来る可能性はあるけど、どうなんだろう、わかんない。クリスマスは寒いからね、ブルーライブ絶対家出た瞬間心折れるかもしれないし、皆さんもしっかり防寒する方向でよろしくお願いします。福兵さん猫の日なんですね。あ、そうです、にゃー。エガちゃんだけでも出てほしい。え、それな、リンコチあと半年いてくれればよかったのにね。トイプーでもいい、トイプーの衣装見たいだけでしょ、もう帰っちゃいました AKB にトイプーね、すごいよね、あれでステージ出てたの。福フェス昼もあるのかな、ない、午後から。飛行機予約しようと、ありがとう。18時か19時ですか。いや、そんな遅くないかも、昼過ぎぐらいからかな。リンコ出てほしい、エガちゃん求むマジ。最後7人で飾りたいよね。午後休取ってほしいかも。お願いします。午後休を。関東に住んでない人は全休を目に光入れよう。お願いします。2月20、明日の朝出勤して速攻上司に言ってください。2月22日お休みします。お願いします。半年に1回ぐらいしかしないぶりっ子をしています。了解です、了解です、ありがとうございます。お誘い合わせの上、社長の人いますか、ここの中に社長の人いますか。社長の方いらっしゃいましたら
会社休みにしてもらって、あの社長の権限で社員全員連れてきてください。お誘い合わせの上、お誘い合わせの上、皆さん午後休を取ってください。よろしくお願いします。はあ、慣れないことしたから変な汗かく。来年の目標社長、行動力すごい。あ、2月22日なんとか今からでも国民の祝日になんないかな。猫の日とかにゃんすけかわいい記念日と無理かな。23日に渋谷でココアが写真集のお渡し会。お、それはいい情報だね。雪ありがとう。ふう、4連休にしちゃおう。ぐぐ、おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ウキウキ。落ち着きがないんだよ今日なんか。ボリューム1いけんかっての人生の汚点。そんな、それは言い過ぎ。行きたかったねってことか。でもありがとう。人生の汚点は言い過ぎね。じゃあボリューム2来たらせっちゃらになるけね。昼夜二部制にはしないです。さすがに平日に昼夜二部制はえぐいでしょう。始まる時間はちょっとわからないんですけど、全然例えば広島からだったら当日入りで行けますぐらいの時間。昼過ぎって言っても1時とか2時とか2時ではないと思います。でも5時よりは早いと思います。多分ちょっと今ね最終調整中なんですよね。
特典会もあるからさ、特典会を終演後にするか並行にするかとかにもよるから、でもね並行物販はさ、なんか私ね、その特典会にさ行っちゃうからお客さんがまばらになっちゃうの分かります？あれ嫌なんですよ。なんかだから終演後がいいなって。並行物販の時さ、例えば結構強いグループの後のにライブとかだったら、もうその強いグループのファンの人が全部特典会並びに行っちゃうから、てかもうお客さんはいるはずなのにスカスカみたいなことが起きるわけ。なんか本当にそれって演者のモチベ的に良くないなと思ってて、そうあれみたいな、チケット売れてるよねみたいな、なんかあれ、それがね。あと私は福フェスやる意味はなんかそのなんだろうな、アイドル、いろんなアイドルを知ってほしいっていう気持ちとか、普段見ないアイドルを見てこう視野を広げてほしいっていう、なんかアイドル文化全体の活性化を祈ってるんですよ。だからなるべく終演後にしたいんだけど、ってなると中学生メンバーとかがいらっしゃるグループもあるから、あんまり遅くできないってなると、物販1時間取っとくとしても9時までに終わるってなったら8時までライブ終わらなきゃいけない。だったら1つ1グループ20分だとしても、うーんみたいな、5時だと遅いねってなっちゃいます。事前物販にすると平日の真っ昼間から物販することになるけどってなっちゃうんだよね。そうだから今そこを、 STU がやっぱ物販ありのライブをあんまやったことがないから調整中です。事前物販演者の拘束時間の問題もある。そうよね、翌日物販やばいね。滋賀これは前後の2回だった。滋賀これね、滋賀これ、滋賀これの炊いてみよう。滋賀これ、これか。え、滋賀これ結構メンツ強いね。ハロプロさん呼んでるもんね。炊いて、これか。あー前物販ってそういうことか。終演後、会場前。でもこれ土日だからできることだよね。平日にさ、例えばライブが5時からありますってなって、平日に5時からありますってなって、物販夕方の4時からとかさ、結構きつくない？どうなんだろう。何よりその物販を、特典会をやる系のグループさんってわざわざ平日に休み取ってまで特典会行かなくても、土日にいくらでも東京でライブがあるし、いくらでもあるんですよ。いくらでも特典会あるから、福フェスでわざわざ休み取って特典会行く必要がないんですよ。 STU だったらまださ、普段特典会ないから意味あるけど、例えばバンビさんとかだったら土日にいくらでもライブあるし、なんかわざわざ福フェスでそんな無理していく必要ないって私は思う、自分がファンなら。だからね、あんま会場前はちょっと難しいな、平日だと。そう
STA は特典があるの？ STA が出るとは言ってないよ。福田あかりが出るとも言ってないです。まだまだ誰が出るか分かりません。ピエ、僕も福フェスだから行くんだ。嬉しい。その気持ちに応えられるように頑張ります。こんばんは。早口で喋ると早く買ってって言ってるみたい。いや、あのまだチケット売ってないんで、ここでどんだけ宣伝しても誰も買えないです。でももう発表しちゃったからやるしかないからね。頑張ろう。もしリコチもあかりちゃんさんも出ないならうどんぶりモチベしかない。推し二人出なくてもうどんぶりのために来てくれるの？面白すぎでしょ。うどんぶりの期待値高っ。シュッキーシュッキー。違う、あくまくま、やった、たこ焼き。今日バンビさんの発表するときに「バババンビさん」っていう言葉だけは絶対間違えちゃダメだと思って、一回第一弾発表者はの後に「バババ、バンビ」って2回ぐらい頭の中で「バ」の数数えてから発表した。間違えたらやばいと思って、放送されてるし「バババ、バンビ、バババ、バババ、バンビさんです」って。めっちゃ難しいあれ、バの数悩む、ほんとめっちゃ貯めた人みたいになってたけど、ただバの数を数えてただけっていう。集中してた、緊張してたからさ、本人たちもよく噛む。そうなんだ。緊張した。バババババカ者祭り。
体だけは壊さないでね、気をつける。でもいける。去年は1月にピューロランドのライブやって、次の週が福フェスで、で福フェスの次の日が息をする心の MV 撮影だったんですよ。で私たちは福フェスの次の日に四国公演だったんですけど、四国公演2公演やったその日の帰りにバスで帰って、その足で家に帰ることもなく息をする心のフィッティングと振り入れをした夜中まで、で次の日2日間 MV 撮影をして、次の週瀬戸内 PR 舞台の東京ドームシティホールの公演だったんですよ。これを乗り越えれたんです、今年の1月。マジで働いた。だから大丈夫な気がする、マジで。あのね、1月のピューロから TDC までの間に絶対コロナになりたくなくて、めっちゃ気をつけてたんですよ。オタクもめっちゃ移動した。そうだよね、でもね本当に福フェスは楽しかったけど、あの息をする心の選抜メンバーがもう福フェスからの四国2公演からのその日の夜にフィッティングと振り入れで、次の日朝から2日間撮影っていうスケジュールになると思ってないじゃないですか。福フェス発表したの去年の11月ぐらいだし、だから本当に申し訳なかったな。あれはまひちゃんコロナになったしね、あのあと結構大変でした。大変だったな、1月乗り越えれたから結構自信になったかも。それがゆき、ありがとう。来年も元日公演あるのかな。どうなんだろう、元日公演去年どんな感じだったっけ。昼夜でやってたよね。なんかやりたいけどね。ライブしたいよ、そりゃ。なんなら年越しライブしても、あ、でも年越しはショールームしたいな。年越しライブしてもいいぐらい。31と1日ライブすればいいんじゃない。31とか逆に暇でしょ、だってみんな実家帰ったりさして。私も別にそんな川は帰りたいけど、別に帰らなくてもいいなって感じだし、どうせ人多いからさ。なんか新幹線大変なんでしょ、東京から戻ってくる方のやつは。なんか1月、例えば今日12月3日だから、1月3日の飛行機を取ろうと思ったら1ヶ月前の今日の10時から発売なんですよね。なんか戦争、それがもう取れないみたいな。そうなんですか。東京大阪間とかがめっちゃ大変って、なんかそうなんですか。すでに EX 埋まってる。そう、全部指定席だから大変って。それ取れなかったらどうすんの。もうデッキに座るしか、デッキに立つしかないってこと。とか席と席の、あの廊下に立つしかないってこと。もう自由席券、それは自由席券。デッキはあり。きついね。
こだまとかなら乗れる。あー、なるほど、のぞみがあれか。でもてっきり乗れる人数も限られてくるし、もう確実にのあれでね、お手洗いはいけないね、人パンパンで。じゃあもうこだまでゆっくり行くしかないのか、取れなかったら。乗ることも NG。 へー、実家に帰ったら暇。え、暇でしょ、暇すぎてずっとニャンスケと喋ってるしかないの。もう今の時点で真ん中の号車の指定席は埋まってる。へえー、大変。チッキー、クリコンの時期も広島の宿が高い。広島にクリスマスなんかイベントあったっけ。あれか、ドリミネーション見に来たりするのかな、それで高いのかもね。観光客多いよね。広島は常に宿不足。そうなんだ。外国人観光客さんがとっても多い気がする。最近は宿のために岩国に逃げる。へえ、そうだ。広島宿高い。広島の宿高いんだ、意外。そうなのか、東京とか大阪が高いと思ってた。アパで2万超える、それは高いわ。アパって1万円ぐらいで泊まれるイメージだったけど、東京高い、高いの。ヒルトン10万、やばい。安いとこがあんまないってこと。そっか、早めに取っといた方がいいね、クリスマスコンサートの当落が出たら。
平和記念公園の入場1時間半待ち。いやー、広島に人がいっぱいいるんだな。全都道府県で親戚を、いやマジ友達の家とか家族の家って大事だよね。ほんと遠い親戚でもいいけど、登録出たら遅い、先に予約してる。あ、そうなんだ。そうなのか、大人だなみんな。私ちょっとまだ泊まりがけの遠征ってそんなにしないから、日帰り距離の遠征しかしないから、その辺はあんま分かってなかった。あと繁忙期は大体自分がライブしてるから、繁忙期のその遠征状況があんまり分かってなかったです。すいません、いつも大変な思いをして来てくれてありがとうございます。ユミリンライブで平日と休日で5倍も違った。そうなんだ。もう海外のね方がね日本に来てくれてるのを見て、なんか私はこの街ってもう人生で何十回も何百回かもう歩いてる街だけど、この外国人観光客さんにとっては多分一生に一回しか通らない道で、人生のなんかそんな何十回も旅行行かない、何百回も旅行行かないじゃないですか。中の一回を日本のここの場所に決めるまでの過程を知りたいなって思うし、その中でここは絶対行きたいって場所ってどうやって見つけるんだろうってすごい興味があるし、なんかすごいなと思う。その人の一世一代の旅行にさ、自分が住んでる街が選ばれてることがいつも嬉しくてわーってなる。こんばんは。海外旅行なんてそんなさね、頻繁に行けるものじゃないと思うしさ、例えば私だったらパッと思いつくんだと、もうハワイとかニューヨークとかグアムとか、あと何だろうな、パリとか、そういうものしか思いつかないんだけど、その中で日本ってなって、日本の中でも京都とか東京じゃなくて、あ、広島ってなるんだとか、まあ、香川にもたまにいるから、なんで四国を選んだんだろう、嬉しいけど、一世一代で日本に来て京都じゃなくて四国を選んでくれたこの人はどういうことなんだろうとかね、いろいろ考える、聞きたくなる。そういった意味でも英語を喋れるようになりたいな。福祉代理でおめでとう、ありがとう。宮島はでも確かに海の上に浮かぶあの鳥居は行くべきだよね。世界遺産だし。あ、こんぴらさんね。香川だと確かに。
日本人でも行かないようなとこ行ってる。そうそう、あれかな、ハワイでさ、なんだっけ、私小学生の時にハワイに行ったんですよ、家族旅行で1回だけで、そこでなんかガイドさんに、日本人の日立の木のとこに連れて行かれて、私あんま覚えてないんだけども、でも小学生の時だったから、なんかここの日立の木は日本人しか来ないって言ってて、確かにでも日立のあの木ってこの沖何の木、不思議な木みたいなやつ、確かに日本以外で CM 流れてないだろうし、この木見てわーって思うの日本人だけだな。でも日本人がめちゃめちゃ来るって言ってて、あ、そういうのがあるのかもよ。だから外国でめっちゃ有名になったドラマで日本で撮影してるから、どっかの国のその人しか来ないけど、その国の人にとってはすごい有名な日本のここの場所とかさ、そういうのもあるのかもね。そう、この木なんだっけ、気になる木、タイ人はその理由で九州に行きます。なんかあるんだ。ね、面白い。日立が管理してるあの木、へえ。雪だるまに、もう今日が終わっちゃう。でも今日は本当にあの福フェスをね、あの皆さんに発表できてよかったです。あの結構いつやるのって、もうやるやる詐欺って多分やらないって思われてた方も多いと思うんですけど、やるよって言えてすごい嬉しいし、前回皆さんがいっぱい来ていっぱい応援してくれたおかげなので本当にありがとうございます。いっぱいのおめでとうの言葉をありがとうございます。嬉しい。あれな、でも自分も頑張った、よくやった、えらい動いた、ここまで。もう本当にでも周りのスタッフさんも頑張って動いてくれて、こんな一メンバーのね計画に協力してくれて感謝です、ありがとうございます。皆さんぜひ来てください。ちょっと平日にはなっちゃうんですけど、2月22日、あの絶対に、なんだろうな、無理してきてよかったな。多分無理してくる方が多いと思います、平日だし、3連休の前だし、なので無理してる方が多いと思うんですけど、拍手ありがとう。でも無理してきてよかったなって思っていただけるようなイベントにできるように精一杯頑張りますし、出てくれるメンバーさん、なんかアイドルさんにも、なんかただの日常の中のいっぱいあるライブの一つだと思うんですよ、他のアイドルさんからしたら。多分私はさ不潔だってなってるけど、他のアイドルさんからしたら毎週毎週いっぱいあるライブの中の一つだと思うの、ただの。そうだから、なんかね、熱量は違うかもしれないけど、
それでも福フェスっていうものを知ってもらって、福フェスって楽しかったなって思ってもらえるように、今後につなげていけるようなライブにしたいし、あと STU がこういうことやってるんだなっていうことで、なんか STU もね、いろんなイベントに呼んでもらいやすくなる、なるようにいろいろ頑張っていきたいなって思います。そのためにはやっぱ皆さんに足を運んでもらうことが何よりも大切なので、お忙しいとは思うんですが、遊びに来てください。六本木のとっても立派な箱です。で、今年中に、12月中ですね、12月中にチケットの販売も始まりますので、逐一ね、ツイートとかを拡散、リツイートとか引用リツイートとかいいねとかリプライとかしてもらえると本当に助かります。私もなんか見てくれてるんだなっていう元気になるし、よろしくお願いします。ありがとう。成功させたいね。成功させたい。東京だから行こうと思います。嬉しい。今回瀬戸内じゃなくて東京になったことにちゃんと、なんだろう、意味を持たせたいし、また瀬戸内で持って帰ってきたいんですよ。東京で力を試し、知名度を上げて瀬戸内で持って帰っていきたいんで、瀬戸内でもっと規模を広げていくためにも。なので第3回につなげていくためにも頑張ります。拡散をよろしくお願いします。今回東京でやれるおかげで、東京で活動してるんで、アイドルさん大体呼べる幅が広がったので、いろいろ試せることも増えるので期待していてください。頑張ります。ファイト、ファイト。56分、ランキング読もうかな。レンコン、あかりちゃんさん、ひんさん、東京開催の福フェスに今度こそ行かないとあかりちゃんさんに怒られそうだから行かなくては。フェス大成功祈願。そうだよ、待ってるよ絶対来てください。ありがとう。近いし、福フェス第2弾開催おめでとう。しかも東京開催は本当にありがたい。東京開催なら平日でも全然 OK、 絶対に行くね。
待ってます。ありがとう、絶対に待ってます楽しみ。ヒコピーありがとう。目黒の工事福 S ボリューム2開催おめでとう。もちろん行きます。これからの情報解禁楽しみ。どしばし12月中にもうねメンバーも出し切りたいと思うのでよろしくお願いします。ありがとう。形跡ありがとう。千葉は福フェスボリューム2開催おめでとう。ボリューム1行けなかったので今回なんとか行きたいな。午後休で行けるかな。今から楽しみです。午後休で行けると思う。関東済みなら楽しみにしてます。ありがとう。関ズありがとう。はじめだよありがとう。一つまでもぎもしありがとう。ウィンディーボーイ酒井福フェスボリューム2開催決定おめでとう。一緒に成功させよう。体壊さんようにね。ありがとう。一緒にって言ってくれるの嬉しいです。頑張ります。ありがとう。埼玉のおいたんありがとう。みけちゃんやったね。もう飛行機調べてる。絶対行くよ。お仕事早い。さすが待ってます。ありがとう。1位はタカ。本当に福フェス開催おめでとう。バイフクちゃんすごいです。マジ楽しみにしてるから。福フェスならどこでも行くよ。おどこでも行くもんね待ってます。ありがとう。はい、というわけで今日はいい報告ができて本当に良かった雪ありがとう。私が福田はって言ったらストイチって言ってください。ありますと福田はストイチ。三度の飯はうどんで決まり。香川県出身のくちゃんこと福田あかりでした。皆さん今日も一日ありがとうございました。お疲れんかやすいみずみです。またね。ありがとう。おやすみ。楽しかった。ババババ、バカモノ、バババババカモノ祭り、ありがとうございました。いい一日になりました。アイドルにいっぱい囲まれて、えへへ。えへへ。また明日ね。ありがとう。つかれんこんしみんゼミです。だからも頑張ろう。また明日。おやすみー。